さあ、着いた。君の脳に直接届く、モーソルのプライムです。さあ、着いた。ってめっちゃ言い方怖いね、なんか。車がゆっくりと止まった。目の前を深そうな森が遮っている。ありがとうございます。あとは僕一人で行きます。僕はお礼を言って車を降りた。田辺さん、一人で帰るのも怖いね。あ、私も行くよ。ところが田辺も一緒に降りてきた。そりゃそうだよな。そう言うとさっさと前を歩き出した。屋敷の中を案内してあげるよ。どうやら止めても無駄なようだ。仕方なく一緒に森の中のこうなんだ、枯海を進んでいった。田辺は迷いなく僕を先導する。きっと何度か調査に来ているのだろう。辺りを見ると今引き草が一面に咲き乱れている。まるで造花のように満開の今引き草がどこまでも続いている。今引き草の群生は膝までのもう伸び、そこにあったはずの道をすっかり覆い隠していた。草をかき分け踏みつける二人の足音だけが草原の中に響く。ボロボロの土塀に屋敷は囲まれていた。その一角に崩れかけた鉄の扉がある。紋章の入った鉄柵には鎖がかけられている。田辺があっさりと鎖を解くと、扉は不吉な音を立てて二人を招き入れた。田辺は霧に包まれた建物を指さした。すげえ落ち着いてんな、田辺。頼もしい。うわ、出た。やばいでしょ。ゾンビとかいそうだもんね。それは、なんだ、異形の屋敷だった。幾度となく建て増しを重ねたのだろうか。何軒もの日本海家屋が重なり合っている。まるで病んだ竜が伏せているかのような、どんな例えだよ。病んだ竜って。僕たちは門の前にやってきた。重く頑丈そうな扉には、びっしりと浮き彫りが施されている。じっと見ていると、それがじわじわと動き出しそうで気味が悪い。入りたくない。自然と体が拒む。そんな僕のためらいなどお構いなしに、田辺は扉を開いた。例えば傷んだ食べ物を口にしてしまった瞬間、不快感とともに体全体が拒絶する感覚。玄関ホールに入ると同時に感じたのがそれだった。できることならこのまま回れ右をして屋敷を出たかった。田辺が懐中電灯をつけた。これで見ると田辺がいるし、なんか一周目と全然雰囲気が違いますね。光が照らされる。わずかな部分から闇がザーザーと逃げ出した。その分かえって周囲の闇が深まったような気がする。なんか妙に噛むな今日。ゆっくりと玄関ホールを歩いてみる。屋敷の床はかなり腐っているようで、濡れた雑巾でも踏んでいるように沈み込む。背後で扉が音を立てた。振り返ると田辺が扉を閉めていた。二度と出られなくなりそうで不安になる。逆にここまで来ると田辺、黒幕説すらあり得るね。誰かいませんか？誰もいないよ。僕は闇の向こうへと声を発した。田辺はあくまでも冷静な口調だ。不気味なほど静まり返った暗闇にも全く動じていない。こんな薄気味悪いところにも慣れているんだろうか。A、この屋敷にいつも一人で来ていたんですか。 B、この屋敷で誰かを見たことありませんか。 C、この屋敷の今の持ち主のこと知ってますか。A か C だな、気になるのは。この屋敷の今の持ち主、いつも一人で来てた。 A だ。この屋敷にいつも一人で来ていたんですか。無言で田辺がうなずいた。それきり、また静かな暗闇がのしかかってきた。何も喋ってくれないんかい。二つの懐中電灯が照らす光の輪が、巨大な目玉のように見える。沈黙を避けたくて口を開こうとすると、気配を察したのか田辺が話しかけてきた。君は魂の存在を信じる？唐突な質問に。信じてるとは言えないですけど、絶対ないとも思えないんですよね。
面食らいながら僕は答えた。僕の返答に対して田辺は薄く笑った。なーに？魂の力を完全に支配すると肉体は不変になる。怖っ。あ、やっぱ田辺ちょっとこれ怖いね。そうつぶやきながら田辺は歩き出した。なんかむしろさ、これ田辺お母さん説あるね。ないかな。でもそう、そっか。でも、まなみが死なないとお母さん蘇らないって考えたらありえないか、時系列的に。僕は慌てて後をついていく。でもあの仮面も顔見えなかったからね。多くの神話伝説には奇跡が描かれているのを知っているかな。田辺は立ち止まって僕を見た。奇跡。田辺は嬉しそうに笑った。望めば人は死を排除できる。ただし、強い霊的な力を持った人間と術式にのっとった儀式が必要となる。田辺は僕に一体何の説明をしているのだろう。だんだんと話が意味不明になってくる。あの日、急に田辺は黙りこくった。どうしたんだ。トラックさえいなければ。田辺は小刻みに体を震わせている。ん？トラック？京介？やはり京介母説。うわ、びっくりした。毒づき扉、壁を叩いた。鈍く大きな音がした。僕は A、なだめようと話しかけた。 B、身の危険を感じ距離を置いた。ちょっと距離を置こうか、怖い。僕は身の危険を感じ距離を置いた。どこに行く？ん？え？背を向けたまま田辺は男とも女ともつかないかすれた声は、この声って京介じゃないの？まるで警告のように聞こえる厳しい声だった。あなたは一体誰だ。僕の知る田辺ではない。僕の本能が近づくな近づくなと告げている。まだわからないのか。怖い、やだ。間宮京介だよ。田辺は僕の方を振り向いて笑った。その手に電気カミソリのようなものが握られていた。火薬が破裂するような音を立て、先端で激しく火花が散った。スタンガンだ。間一髪のところで僕はスタンガンから身をかわしていた。でも距離取ってよかったね。田辺は無表情な目を僕に向けながら、すかさず第二撃を繰り出そうとしている。心臓の鼓動がせかすように細かく刻まれる。反射的に身を翻して走り出そうとした時だ。マナミはいいのか。背後からなんとかるような声が聞こえ、僕は立ち止まった。さっき自分が間宮京介だと田辺は言った。あの脅迫は全て田辺の仕業だったのか。彼女を残して逃げるつもりか。田辺が京介と結託していたということだろうか。とにかく田辺のそばにいるのは危険すぎる。しかし真奈美だってそれは変わりない。本当に田辺は真奈美の居場所を知っているのかもしれない。でもそれをすんなり教えてくれるだろうか。え、あ、やだ、これやだ、え、あ、やだ、どこだ、真奈美はどこだ。もう本当焦っちゃうからやだこういうの。あー、もう心臓に良くないよ。振り返って問いただした。知っていると。田辺はこちらを見て鼻で笑った。私が誰か言ったろ。嘘だ。田辺が京介、信じられるわけがない。私がって。本当よ。え、あ、背後からマナミの声がしたのと同時に今のマナミの声だったの。僕は首筋に何かを押し当てられた。それは火薬が破裂するような音を立てた、まあスタンガンでしょうね。すぐに意識が混濁し、僕はくっ、この野郎。これはあまりの一瞬で僕は目覚めた。焼けた爪、腐った肉、古い油、死んだ魚、乾いた唾、濡れた獣、焦げた皮膚。
もう放置された排泄物、もうこの世のありとあらゆる臭いものを詰め込んでるね。さまざまな悪臭が鼻の奥に粘りつく。僕は両手足に錠をかけられ、冷たい床に転がされていた。足首から伸びた太い鎖が床の金具に取り付けられている。これはもうあの釜でしょうね。赤い光と熱気を感じ、注意深く周囲を見回した。すげえ釜だよな、これ。その部屋は鎖と釣り針と巨大な歯車で作られた地獄だった。忌まわしい部屋の王であるかのように、部屋の奥には巨大な褐色の金属の塊があった。釜からは幾本もの金属管が巨木の根のように床へと伸びている。床には五芒星が書かれていた。五つの角のそれぞれ先端には汚れたガラスの瓶が置かれてあった。その中の気褐色の液体には何かが浮かんでいる。まあ、ちょっと話遮っちゃうんですけど、今思えばこれでも田辺がわざわざ連れてきてくれたんだよな。でも別に田辺別にそんなん行けないって言って、別に田辺一人で来れば学びをね、生贄にして出てきたはずなのに、なんでこの主人公を連れてきたんだろうね。僕は首を動かしてさらに部屋の中を眺めた。天井の縦横に、おい、張り巡らされたレールに鎖で吊るされているのは、僕は呼びかけた。喉が裂けるほど何度も何度も。ようやくマナミが顔を上げた。必ず僕が助けてやるから。僕の叫びに拍手が起こる。助けてやるか。闇の向こう側から誰かがのっそりと姿を現した。死ぬ寸前の彼女に何もできなかったくせに。白衣に着替えた田辺だった。1年前のことか。どうして知っているんだ。お前は誰なんだ。言っただろう、マミヤ教授だよ。すごい喋りづらそう。それはありえない。めちゃめちゃ冷静。清介は僕もよく知っている。顔が全く違うし、年も田辺の方がかなり上。何より田辺は女だ。意味がわからない気持ちを悟ったのか、彼女は笑った。バカな男だねえ、お母様。そう言うと、あんなにヒントを見せてやったのにね。あ、今お母様と言ったか。まさか、まさか、まさか。お、これは僕には珍しく推理が当たったんじゃないか。マミヤ京子なのか。呼び捨てにするな。女はかすれた声で怒鳴った。確かにこの体はお母様のものだ。そしてお母様の意識もここにある。うっとりとした顔で自らの体をまさぐり続ける。気持ち悪いな。こう言えば愚かな君でもわかるかな。うっとりとした目で僕を見て、お母様の体を曲がりしているんだ。人格乖離か、ん？人格乖離か。いわゆる二重人格か。最愛の息子を亡くし、その死を信じることができず、不滅である魂が自分に宿ったと信じた。あの、主人公はあくまで冷静ですね。これで、ね、魂が自分に宿ったんだとは思わずに、宿ったと信じたっていう、こう、ちょっとやっぱね、距離を置いてるよね。それがこんな盲信を抱かせているのか。1年前。儀式の完結を待たずに京介は死んだ。でも悲しみはなかった。私には死を乗り越える能力があるからね。その言葉に確信めいたものを感じる。だが復活には肉体がいるんだ。京介が愛する女を同じように愛する男の肉体がね。その目尻が嬉しそうに下がる。無条件の愛と献身がよみがえりの礎の条件、わかるか。それで僕を脅していたのか。ずっと京子は僕のことを見定めていたのだ。そんな男を見つけるのに1年かかったよ。だからよく育ってくれたね。だから1年前から
なりを潜めていたというわけか。まるで自分自身が手塩にかけたと言わんばかりだ。そのねじ曲がった考えに驚愕した。京子は僕を愛おしそうに見つめて、マナミを指さした。ただ愛にく、マナミは私だけをずっと愛しているがね。だから今命を捧げようとしているんだよ。普通に喋った後に急にこうって変わってる、変えてるって考えるとめちゃめちゃ面白いね。せめつめのかすれた声に変わる。そんなバカな。彼女の気持ちを確かめずにはいられない。マナミ、嘘だろ。マナミは鎖で吊られながら恍惚とした表情を浮かべている。マナミもマナミだよな。ヒロキ君が教えてくれたんだよ。愛する人のために命を捨てることの大切さをね。マナミはちらりと僕の方に目を向けた。 A、 そうじゃない。 B、 当たり前だろ。そうじゃないよ。そうじゃない。そうじゃない。するとマナミは悲しそうな顔をした。ヒロキ君は私に命をかけてはくれないの？だからこそ死んでほしくないんだ。伝わらないもどかしさに僕は声を荒げる。必死に気持ちを込めて叫んだ。京介さんのためなの。ヒロキ君と同じだよ。僕は何も答えられなかった。マナミにとって僕は何の価値もないのだろうか。何を言ってもマナミの意志は揺るがないのか。さあ始めようか。本来の声に戻って京子は床のごぼう星を指さした。ガラスの瓶だ。5つ並んでいる。そのうち1つは空だ。他の瓶の濁った液体の中に黒い何かが浮かんでいる。僕はそれを凝視した。わかるか、指だ。まさか薬指が足りないんだよ。ああ、ヘッコロされた被害者のものか。それはマナミの指ってことか。胸から突き上げるような吐き気が僕を襲う。その様子を京子はとても嬉しそうに眺めていた。これより犯行の儀を行う。京子は壁にある赤いボタンを押した。炎の上がる音がすると窯に開いた小さな窓から一斉に赤く光が漏れる。窯が熱くなるまで待ってくれるか。その優しい口調に旋律を覚える。この窯は最高だよ。京介からここの話を聞いて即座に買い取ったんだ。僕は京介の日記を思い出した。はじめは京介の復活のためではなく、京子が永遠の命を得るために儀式を計画していたんだろう。前の持ち主は知ってたんだろうね。奇跡を起こすには無念の思いのまま消死した人間の魂が必要なこと。アミも同じようにして人を焼き殺していたのか。てかアミはアミどこ行った。アミとなんか関係あんのかな。やっぱね、この釜を通じて狂気の連鎖が起こっているんだ。でも神秘学の知識を持たぬ者では所詮出来損ないしかできない。その最たる例が今引き灯だ。それでも君に幻覚を見せる程度には役立ったけどね。京子は歪んだ笑みを浮かべた。独り言のようにつぶやくと壁の大きなハンドルを回し始めた。マナミがさらに天井へと吊り上げられていく。僕はこのまま彼女を見殺しにするのか、何かできないのか。僕は思わず叫んだ。あ、やるなら僕を先にしろ。意味ないだろ。 A、 やめろ。早かった。今暗くなんの。城から逃れようと暴れたが床の上を無様に転げ回るだけだった。あ、これ意味なさそうだな。京子はハンドルを回し続ける。驚くほど効いてないの。ガラガラと派手な音を立てレールに沿ってマナミが移動していく。悟りきった顔でマナミは目を閉じていた。京介はもう死んでいるんだ。声を限りに叫んだがマナミにも京子にも届いていない。どうすればいいんだ。
もう間に合わないかもしれない。こうなったらどんな方法でもいい。僕がどうなろうとマナミを助けるべきだ。ダメだ、そうだ、僕がどうなろうと、わかんない。いや、これダメっぽいな。ダメだって、ダメっぽいな、これ。マナミを助けて二人で逃げ出すんだ。僕はジョーを壊そうと思い切り床に打ちつけた。硬い金属音が響く。しかし両手足が自由にならない状態では大した力も出ない。それそうだ。そんな僕の抵抗を京子は冷めた目で眺めていた。マナミの死だ、目をそらすな。ふざけるな、ふざけるな。僕は何度もジョーを床に叩きつけた。早く壊れると気ばかり焦る。このままマナミは殺され、指を瓶詰めされるのか。クソクソ、そんなエクゾディアみたいなことしやがって。いくらやってもダメだ。ジョーはかけることすらなかった。マナミは釜の真上までやってきた。そこで京子のハンドルを回す手が止まった。君は彼女の次にあそこに行くんだ。熱気はここまでも押し寄せていた。ただし君だけは聖なる油に浸された五本の指に守る。ん？確信に満ちた声が僕の常識と激しくぶつかり合う。それそうだ。肉体は決して焼けないの。え？釜の上部。ただ魂だけが消滅するんだよ。何それ。吹き上がる熱気にマナミが顔をしかめている。そして空っぽの器の完成だ。あ、そこに京介入れると。もう諦めるしかないのか。このままマナミを僕も焼け死ぬしかないのか。俺焼け死ぬ。なんであんなもの。畜生。ビジョンを飲むと焼け死ぬんだ。見えるんだよ、黒い女が。ああ、消えちゃった、勝手に。読む前に。待てよ。そうか、マサトの言葉は全てこれを暗示していたんじゃないのか。それなら。え、大壺を焚いたらあんたも黒いの焼かれるんだ。あ、やばい。マサト死ぬ。大壺を焚いたらあんたも黒い女に焼かれるんだ。そうだ。そうだね。すごいちっちゃく声聞こえるな。京子に向かって叫んだ。京子はバカにしたような冷ややかな視線を僕に向けるだけだった。何も聞いてないじゃん。愛するものを失い苦しめ。僕はきっと睨みつけた。それに応えるように。救われぬ思いが私の魂を導くだろう。口角を上げて笑った。京子は再びハンドルに手をかけた。その時だった。天井から吊り下げられていたフックの一つが突然支えを失って落ちてきた。頭に直撃だった。京子はポリタンクを倒しながら這いつくばった。そして京子の体から何かが飛ばされてきた。それは鍵玉だった。そんなバカな。身をよじって手を伸ばそうとしたその時だった。あなたは誰？声が聞こえた。女の声だ。か細い声なのにもかかわらず何よりも大きく耳に届く。めっちゃ怖いよね、それ。脳に直接届いてるよね。小さな破裂音とともに釜の小窓が炸裂した。分厚い耐火ガラスが粉々に砕け散る。そこから無知のようにグレンの炎が飛び出した。京子の周りにはポリタンクに入っていた灯油が満ちていた。熱せられた釜から今にも引火しそうだ。あなたは誰？再びあの声だ。意志あるもののように大きな炎が京子を襲う。あっという間に炎は彼女を包み込んだ。わあ、獣のような悲鳴が上がる。大怪獣戦争って感じだね、今ね。炎の向こう、京子の背後に影が見えた。立ち上る黒煙がその姿をあらわにする。女だ。白衣を着た女が炎にのたうち回る京子を恨めしげに見下ろしていた。あなたは誰？女は京子を見つめていった。あ、怒ってる。
すでに京子は動かなくなっていた。僕は鍵束を拾い、手足の錠を外した。炎は見る間に床から天井へと広がっていた。僕はハンドルに飛びつくと、反対方向へと思い切り回した。マナミの体は焼き釜から離れ、最初の位置にゆっくりと戻ってくる。呆然としているマナミを僕は鎖から解放した。早く逃げるんだ。京介さんは、ねえどうなるの？諦めるんだ。違う、生きているのよ。京介さんはどこかで。この野郎。黒く固まった京子の姿は膝を抱え座り込んだ子供のようだ。マナミはあくまでも京介の死を信じようとしない。ぐずぐずしていると火が広がって危ない。え、どうしてもやらなくてはいけないことがある。無言でもう強引に、やっぱ強引さ大事。部屋の中で炎が満たされつつある。動こうとしないマナミを担ぎ上げ、僕は無我夢中で走った。わあ、嫌な音だ。うるせえ。あ、でもなんか焼き釜が破裂したのだろうか。途中で恐ろしい爆発音が聞こえた。覚えているのはそれぐらいだった。大丈夫？アミから逃れられたのか？バッドエンドか？気がつけば今引き草が茂る草原に来ていた。二度三度と爆発音が聞こえた。振り返れば屋敷が燃えていた。眩しさと熱に手をかざした。その爪が黒く汚れている。見ればマナミの爪も真っ黒だ。確か爪が残された時間を教えてくれるとか言っていた気がするが、いや、そんなことはもうどうでもいい。爪はきっと灰で汚れているだけだ。すすか。今はただうつろな顔をしたマナミの方が心配だった。彼女はこれからも京介の影を追い続けるのだろう。僕はマナミの肩をそっと抱きしめた。それでも構わない。僕は君を守ると決めたのだ。何があってもきっと。命を懸けて、京介のように。あ、なんか終わりっぽい。え？あ、でもエンドロールが流れた。エンドロール流れた。エンドロール流れたってことは勘だよね、多分ね。なるほど。まあでもなんか今回アミがすごい助けてくれた感じになったのと、田辺なんかちょっとしか出てきてない割には結構重要な存在だったんだよ。まあそうだね。恐ろしいけどまだ解決はしてないもんね、話自体は。他の辺で解決とかしていくもんなのかな。はい、というわけでちょっとね、無事2周目も終わったということで、結構やっぱね話が変わってくるから面白いね。だんだん真相に近づいてったりしてんのかな。田辺の存在、京介の存在と、あとやっぱ仮面は忘れられないけど、はい、というか次の辺ちょっとどんな話になるのかちょっとね楽しみにやっていこうと思います。プライムが喋ってました。また次回。おわびくしゃ。今引き島の作り方見る。どうしたの、ひろきくん。あれ、これどうして、いつ撮ったんだ。なんだこれ、予告。知らないシーンだね。お、終わったね。さっきの予告みたいなのはなんだろうね。はい、というわけで無事、はい、また月曜日に戻るんですけども、一旦ここで切りたいと思います。プライムが喋ってました。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さよなら。